これは試練だ。過去に打ち勝てという試練と俺は受け取った。人の成長は未熟な過去に打ち勝つことだとな。え？お前もそうだろ、ジャンピエール・ポルナレフ。貴様はディアボロ！奴のスタンド、ザ・ワールドの正体は時間じゃ。時間を止めるスタンドなんじゃ。ザ・ワールド！次は城太郎。貴様だ。やろう。ディオ。ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。せっかく祖父のジョセフが私のザワールドの正体を、試験終了チャイム直前まで問題を解いている受験生のような必死こいた気分で教えてくれたというのに。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんだな。ほうほう、では十分近づくがよい。呪い呪い。ザ・ワールドは最強のスタンドだ。時間を止めずともスピードとパワーとて、お前のスタープラチナより上なのだ。俺のスタープラチナと同じタイプのスタンドだな。遠距離へはいけないが、パワーと精密な動きができる。貴様よりどのぐらいザ・ワールドのスタンドパワーが強いかちょいと試してみたかった。ま、試すほどでもなかったようだが。試すっていうのは傷にもならない、撫でるだけのことを言うのか。2万円の下ズボンが破れた。どうしてジョースター家というのはこう負けず嫌いなのだ。はあ、くだらん挑発に乗ってやって、もうちょっとだけ試してやるか。の速さ比べか。ダムダムダム。呼べよ、早く呼べ。だが断る。何をやったってしくじるもんなのさ、ゲス野郎はな。ガレディオ。7秒経過。ロードローラーだ。もう遅い、脱出不可能よ。勝った、死ねえ。おら、
っ！